小学生です。自由研究で東京五輪をやりました。五輪の招致で不正な金が使われました。天皇の親戚が買収に関わった疑いが持たれています。最初からケチがつきました。それから、東京の夏の熱中症危険、アスリートがかわいそうな五輪です。コロナが起きて1年間延期して強行し、感染者が随分広がったんだと思います。開会式の演出に関して怪しい話が続いて出てきました。恥ずかしい気持ちになった五輪でした。五輪が終わった後も、河瀬直美の記録映画に関する不正、問題になりました。NHK の醜さが目に焼き付きました。小池百合バーが、神宮外苑の100年の樹木を伐採すると言っていますが、怪しいです。今、高橋治之の五輪汚職が摘発されています。逮捕者はどんどん出るようです。安倍晋三、怪しいです。生きていれば、ただじゃ、済まないですね。はっきりしないですが、五輪にかけた金額は3兆円を超える。国民の税金が勝手に使われるのはよくありません。もっと正しく討論が行われる、そういう日本に変わらなければならないと思います。五輪というものが現代の日本にとって良いものなのか。私は日本が五輪問題を隠さずに正しい国に生まれ変わってほしいです。